ちょっと一瞬待ってください、はい、ちょっとすいません、調子が一瞬お待ちください。はい、OK です。はい、お願いします。すいません。はい、でブレスレット、この赤は俺結構好きやな、ね、やっぱかっこいいよね。あ、そうか、これも別にでかいと思ってましたけど、あ、そう、長さを結構変えれて、あ、これかわいい、この感じで女の子でもてかつけれる。そう、はい、そう、僕めっちゃ手首細いんですけどでも僕でもいけるんで、全然誰でもいけると思います。はい、で今こうやってたのも MASU って書いてるんですけど、 MASU を象徴とするブレスレットになってます。かわいいな、これかわいい。これ値段は、これが安いんですよね。16,000円です。16,000円、個人的には赤一押しになってます。はい、これもでもあんま確か数なかった気するんですよね。確かに確かに、なんか4個だったかそんぐらいしか、3個か4個ぐらいやったような気がします。すぐなくなると思うのでお早めに。すぐなくなるんですよ、はい、その流れでこのネックレスかな。しかもこれ赤指紋つかなくていいですね。ね、あの、あー、コーティング、コーティング的に、はい、今までと同様に、はい、これちょっとボールチェーンで前よりも少し細身のボールチェーンになってます。で作られてて同じようなチャームですね、うん、MASU って書いてあるチャームが特徴的なものになってます。これはこれ赤です、かわいい、通らなさそう。 あボールチェーンね、うん、え、これ安っ。何ぼ？ 12,000円です。プラスタックスなんで 13,200円ですけど、これもとても軽いし、うん、ここのボールチェーンがあのカット、あの普通の丸球体ではなくてあのカットしてあるから、あのダイヤモンドみたいな、カラットみたいな感じで、そうです、キラキラ、あの回るだけでキラキラ光るのでとても綺麗ですよ。どのぐらいの長さあるの？これつけたらね、はい、つけました。ああ、いい感じですね。あ、確かに長さ。ほとんど一緒ぐらい？はい、ほとんど一緒ぐらい、ね。はい、そうです。トップ分ちょっとこうあの下に下がってるんで。でも春夏につけるとなってね、うん、あの少しずつ増えるんでね、うん。使ってもらえるかなと思います。これ値段が12,000円です。12,000円のプラスタックスに、はい、プラスタックスなってます。おい。あ、これ。次じゃあどうする？それこれいくか。これいきますか。今日はあんま質問ないですか？あ、はい、あ、多分あの一通り見てくださってるんだと思います。あ、なるほど。はい。すごい。めちゃめちゃありがとうございます。めちゃめちゃ治安いいじゃないですか。すごい理解がある。あの、ありがとうございます。なんか最後にこれもう一回あの多分こういうのどうですかみたいな質問とかあの受け付けると思うんで、あのどしどし。シルクシャツはランウェイで着用されてたものと同じですか？確かルック2だったと思います。ランウェイはあのフリルになってたんじゃないかな、もしかしたら。あ、なるほど。まあ、でも一緒です。一緒です。柄とか素材とかは一緒ですね、はい、ですもしかしたらその小仕様にちょっと変わってる可能性はありますけどっていう、ね、はい、はい、これも違う方がフリルって答えてる。もう知ってる人、いや、おもろいですね。違う方が、違う方。YouTube のコメント。YouTube。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube のコメントやってる。アベマ TV みたいな。フリル。あのね、今回販売、通常販売されるものはフリルではないってことですね。はい、そうですね。はい。はい。セパレート、ギャラクシーパーカーになってます。ちょっと着丈の短いモズパーカーみたいな感じの形になってて、素材がコットンで、先ほどと同様に、あ、シルクシャツと同様にスタッツのプリントが施されたものになってます。で今僕が着てるのが44ですね。あ、それで44なんですか？うん、そうなんですか。そう、一緒、私も44です。で、ここの部分、胸部分は実際のスタッツになってます。あ、これのこれいいですね。このワンポイントだけ似てる。あ、で色が黒と白で違うんですね。はい、はい、黒の方がちょっと赤、うわ、黒紫ピンク、白はちょっと明るいような感じにかわいいなってます。でさらっと着てて、もう本当に今の時期にね、あの雨よけぐらいの感じでガバッと着ていただいてもいいのかなと思います、うん、例えば
MSA で出てたダウンベストの上に、うん、ちょっとダウン雨濡らしたくないからこれガバッと着てもうフードかぶっちゃって自転車乗ったりしてもいいだろうし、あのもう傘もささずに街歩いていいだろうしっていう感じで着ていただけるのがこのアイテムですね。で、僕がこれいいなと思ってバイングした理由が袖外すことができる。よいしょ。袖外すとこんな感じ。ちょっと同色すぎて分かりづらいですけど、袖外すとめっちゃ良くないですか。袖外したこのボリュームたっぷりの、うん、あの、うん、このモッツコートの感じ、形もかっこいいし、なのでこれも先ほど冒頭でお話ししたのと同じで、季節を問わず今の時期からじゃあ春には長袖で T シャツの上に着て、夏には T シャツの上に半袖でさらに着たら、あの T シャツにジーンズだけで過ごす寂しい夏じゃなくて、こうやってちょっとレイヤードを楽しめる夏が今年はもしかしたら来るかもしれないし、そういうのもすごいいいなと思ったアイテムになってます、うん、かつまあ普通にこの半袖のボリューム感がめっちゃ可愛いんで、うん、これはすごい個人的におすすめのアイテムですかね。はい、とはそうセットアップになってます、はい、でセットアップなんですけど、さらに言うとシャツも同じ生地なんで、うん、あの全部がセットアップになってます、はい、パンツちょっと履いてこようかな。はい、はい、あ、着てますか。今季すごく手が込んでいて素晴らしいですね全部二面性をテーマにしているのかな、別々の方がコメントいただいてます、はい、ほとんどそうですね、二面性というかその見える、うん、なんかその見え方の違いっていうのは多分すごくこだわって今シーズン作られていますね。やっぱデニムとかあの靴とかはね、そういうあの混んだディティールっていうのはないんですけど、うん、でもほとんどがそういう風にあの彼を思いながら、マイケル・ジャクソンを思いながら作ったようなものになってます。個人的に今シーズンどれを購入されますかっていうのは最後ぐらいにじゃあ、はい、答えますね。お答えさせていただきますね、はい、そうします。はい、どうしよう。じゃあ今のうちに私なんか小物とか紹介していきましょうかね、うん、はい、あ、すいません、こちらやっていただけますか。先ほど紹介した、アクセサリー以外でもまだ紹介していないのが今2種類ですかね、2種類今アクセサリーはございます。まずこちらのエンジェル、何だっけな、エンジェルチョーカー、あ、そうですね、これチョーカーになってます。チョーカーって言ってもここの紐は布地になってて、ここの先がシルバーなのでここをこうして短くすることもできるし、最大でこうネックレスに長くでもつけれるっていう感じですね。つけるかな、あ、でも結構短めなんか、結構短かったです、もともとがそんな長くない。でこれもあの天使が座ってる様子の、チャームというか、そうですね、これは全部同じ形ですかね。エンジェルは同じ格好のエンジェルが座ってます。色が違う、あ、そうです、こっちがシルバーの、こっちがブラックなんですね。シルバー、シルバーの方はあの天使がシルバーに紐が黒、こっちはブラックに、グレーの紐です、うん、色の感じがおしゃれですね、うんうん、それと同じくでこんな感じ、ウォレットチェーンもあるので、ちょっとこれ今つけれないんですけどね、これかわいい、ちょっと ループがあるあのパンツとかにつけてもらったりとか。これも数はそんなになくてですね、結構すみません、持ってみると長さは結構あるので、でこれ面白いのが全部天使が違う格好をしているというか、すごいよ、すごいですね、全部で8体、8体って言っていいんですかね、これ8人8体ってちょっと失礼ですね、あの8人の天使が、この子可愛いんですよね、この弓引いてる、確かにこれ可愛い、一番足の、あとこれこのずっこ、なんか後ろお尻ずっこけてるみたいな、これめっちゃ可愛い。ウォレットチェーンとか見ると懐かしいっすよね。あ、そうっすね、懐かしいんですか。結構なんか19、え、いつだ、 20SS とか、はい、エラーのシーズンに、あ、ああ、そっか、そうですね、あれ以来、
あれブリちゃう？ウォレットチェーンってだと思いますね、はい、なんか結構今シーズンはそう思うと懐かしいなと思うものがね、はい、あったりするシーズンですよね、このウォレットチェーン、まあ、ウォレットチェーンか特にウォレットチェーンが3万2000円のタックスになってて、うん、先ほど紹介したこのチョーカーの方が7000円、うん、めちゃめちゃ安いんで、なんかネックレス MSU のロゴ、せっかくないロゴとこのエンジェルでこう重ね付けしても可愛いんではないでしょうか、うん、はい、2個買いみたいな、確かに、はい、ルック12ぐらいの赤色もしくは多色のテロテロのパンツありますか、ああさっき紹介したやつですかね、もうああもうルック10、ルック12わからない、すごいな、あテロテロのパンツで言ったらスカジャンのセットアップじゃないですか、あスカのパンツが、そうか、スカのセットアップのやつは1月入荷です、すいません、なるほど、多分すいません、ちょっとルック12、まあ、あのどのルックかっていうのがすごいなあれなんですけど、すごい番号で覚えてないです、すいません、いや多分そうやと思います、多分スカですか、はい、この素材ですよね、だからね、うん、これと一緒の素材かな、これになってます、この素材と一緒だったら1月の入荷のアイテムと、はい、パンツはそうですね、すいません、それになってます、セカンドです、サイドにラインがあるやつです、あこれですこれです、これは1月入荷なんでちょっと12月度は入ってきてない、はい、ね、すいません、はい、じゃあオンラインショップは日付変わって25日の0時から販売開始なので、はいはい、なってます、はい、あと1日とちょっと、そうですね、はい、1日ちょっと後ですね、待ってください、店頭はその後25日の12時からになってます、はいはい、はい、そうですね、じゃあ続きをパンツこんな感じですね、これサイズ44履いてます、ごめんなさい、マジで分かんないけどそんな透け感もないっすよね、いや透け感はあんまないっすね、いやでもつなぎ着てるから、あでもそうか、白のつなぎなんですよ、ね、ああ白のつなぎ着ちゃってるか分かんない、黒は絶対につけないと思います、だそんな明るい色に履いてこうへんかったら大丈夫かなと思います、はい、でもまあかっこいいですよね、はい、まあ、ちょっと男の子ぐらいちょっと透けるぐらいでもいいと思うんですよ、はい、だしこれコットンですよね、多分コットンです、はい、の結構厚手の、はい、あのコットンなんで、まあまあまあそんな、はい、大丈夫だと思います、でウエストゴムのイージーパンツの仕様になってます、はい、結構これもね、なんかダンサーが着てそうな、確かにめっちゃかっこよくないですか、めっちゃ楽に履けそう、これででもセットで着てるの結構おしゃれですよね、はい、このセット、はい、めっちゃいいですよね、好きな人はめっちゃ好きだ、でパンツがリブ結構しっかりしててここにたまる感じなんで、あえてこういうイージーなスタイリングにローファーとか革靴で締めるスタイリングを持ってくると、うん、めっちゃかっこいいと思います、はいはい、でも、うん、リブも今あの伸ばしたんですけど全然あれですね、硬くないですね、うん、あそうそう、窮屈感もないめっちゃ柔らかいですね、なんかめっちゃナチュラルにすぐ伸びるから、あの履けてます、うん、はい、であと、これも同じくここにスタッツがありますね、これは右側かな、右です、うん、はい、右側にスタッツが施されてます、後ろにポケットなくて前に2つポケットがあるような感じですね、本当にかなり楽に履いていただけて、コットンなんで、今1枚で履くとちょっと寒いかなっていう感じはするんですけど、僕みたいに今ヴィンテージのつなぎ着てるんですけど中に、そういうのを合わせてもらったりとか、まあ、タイツ履いてる男の子とかも多いのでタイツ合わせてもらったりしてもいいのかなと思います、夏は逆に結構涼しく履けるんじゃないでしょうか、そのセットアップめっちゃ好きです、いいですね、おしゃれですよね、洗えるのがいいですね、確かに洗えるまあコットンやし、あスタッツついてるの忘れてました、後藤さんがめっちゃ似合ってます、ハートってコメントありがとうございます、ずっと見てくださってるんですかね、はい、多分おそらく、はい、チンさんはあれ、チンさんいや読んだらなんかあとちょっとコメントあの読んでる流れでちょっと読ませていただくんですけど、はいはい、スカーフありますかっていうのと、はい、ギャラクシーパーカーの価格はおいくらですかっていうのは、あこれからあのギャラクシーパーカーそうか、これ54ですか、セパレートギャラクシーパーカーな、はい、54よしってんの54です、でパンツが3 5万4000プラスタックス、はい、あですね、はい、で5万9100円、はい、でパンツが3万6000タックスです、はい、はい、でスカーフは後ほど紹介しますよね、はい、あこのスカーフこれかな、これのスカーフやったらあれと一緒で遅延してます、あそうか、すいません1月かな、いやちょっと雪、あそう、ああもう一個の箱に入ってます、もう一個の箱に入ってます、なんでちょっと今日ご紹介できないです、こっちのスカーフは後で
紹介します。このスカーフも後で紹介します。あ、そうですね。スカーフが何種類かあって、ちょっとあのこのギャラクシー柄というかこの宝石みたいな柄のものがちょっとまだ手元にないので、あの本日紹介ができないっていう、ちょっとなんか雪の影響らしいです。そうです。あ、あの おじおさん、うおじおさんがあの絵文字を、あ、はい、送ってくださって見ていただいてます。ありがとうございます。なんか MSU あのチームの方々は皆さん見てくださるから嬉しいですね。そうですね、嬉しいですよね。ちんさん、ちんさん、はい、はい、じゃあちょっと待ってください。はい、少々お待ちください。25日販売はありますか。あ、スカーフが販売があるか、ね、あ、明日に届くらしいです。はい、なんで25日の夜中0時にはあります、はい、日付が変わってすぐからの販売の、時には販売のラインナップに入ってます。はい、はい、ですね。これがコットンの半袖シャツになってます、うん、でボックス型、これサイズは44です。46だ。あ、すいません、こっちが46。ちょっと今46着てるんで、僕の普段のサイズよりワンサイズ大きいんですけど、半袖ですね。はい、半袖です。こっち44です。よいしょ。こうアームホールも広めのボックス型のシルエットのシャツになってます。これも先ほどと同じような感じですね。横と後ろです。で、ポケットがここについてて、うん、これスタッツどこだっけ。あ、これがここなんですよ。 ここにスタッツがある。首かわいい、襟かっていう感じですね。髪長い人とかちょっとチラッと見えたりする。 かっこいいですよね。セクシーです。で、同様に、こっちはこの色味になってます。はいですね。で、これもなんかあの今の時期はね、正直こうリアルに思いつかないなと思うんですけど、一応お店には並べようと思うので、1月頭ぐらいまでちょっと並べようと思うんですけど、それ以降は一旦店頭から引こうかなと思ってるので、気になる人はちょっとお早めに、どっちにしろ多分すぐなくなるものだと思うので、うん、早めに検討していただければなと思います。はい、またこう時期がちゃんとした時期が来たらめっちゃ丁寧にご紹介しようかなと思います。スタイリングとかね、はい、値段が、32,000円でした。32,000円のタックスで35,200円になってます。はい、はい、まあ、かなり着やすいと思うので、こうちょっとベスト感覚で着たいなっていう人がいれば、そういう着方もありだろうし、ぜひチャレンジしてみてください。はい、はい、次レザー、ショーツとショーツ。え、結構目玉僕後に撮ってるっすね。これまあ僕の目玉これ最初と最初と最後これと、あと僕スカート、ああスカートもいいっすね。スカートはね、他の店あんま撮ってないと思うんですよね。でもいや、ちょっとぜひ押したいなと思う。ちょっとおしゃれです。いや、かっこいいよね。よいしょ、ショーツ履くか。しましょう。はい、ショーツ、ショーツ、ショーツだけで履きますか。ん、あ、そう、あ、いいよ。でもあの、はい、俺繋いで着てるし。あ、そうでした。はいはい、そうでした。じゃあなんかリンゴちゃん紹介できる。できるというか、あの、あ、あれは、あ、あ、その、あ、使う、そういや、これバッグ。あ、そう、バッグもあるね。はい、はい、はい、すいません。ではこちらギャラクシーシリーズですが、スカーフが遅延しておりまして、はい、バッグもあります。バッグ、バッグはちょっと数は取ってますが、多分ね、 MSC のバッグ毎シーズンすごい早くなくなっちゃうので。あ、しかもこれあれですね、今回のあれと、うん、ポップコーン、ローリングストーンズポップコーンのバッグと一緒で、これね、ツーショルダーっていうんですかね、になってます。これも素材はコットン100で、バッグにも実は本物のスタッツ打ってあります。スタッツ打ってないのはシルクシャツだけですかね。はい、バッグの方にもそうですね、黒はこちらに、白はこの色。いや、多分上じゃないですかね、上なんか着たら。そうです、あ、レザー、レザー着ていきます。そうです、ちょっとあの映さないでよ、レザー。あ、映さないよ。あの容量がね、あ、容量面白い。いや、多分上のあれだと思う。上のあれですか。着たらいけます。カモフラ、はい、どうぞ。
私個人的には結構この黒のパーカーとかシャツにあの白のカバンとか白のあのパーカーに黒のカバンみたいな感じでちょっとバイカラーで持ってみても可愛いんではないかなと思ってます。同色ではなくて可愛い。これだけ逆にバッグだけとかを、うん、例えばスカーフがあったらスカーフだけ逆にとかしてもらうと結構可愛いのかなと思います。はい、で容量も結構ありますのでしっかりしてますし、あの素材がね別に伸びないので、ノートエアポッツ入るな、エアポッツじゃない間違えた、エアポッツは多分入りますねこれ。いや確かに間違えました、多分100個ぐらい入るかもしかしたらエアポッツで言うとすいません本当にめっちゃ笑われましたやめてごめんね、バックブックね、あ、そう、はい、そうです、バックブックです、ごめんなさい本当に。そうですね、ポッツとかは100個入ります。いや、そうですよね、100個入ってるの想像したらめっちゃおもろいのチャラチャラチャラ、ほんまに見せました。いや、ね、あの頭で思ってること違うこと言っちゃう時ありますよ確かに、ね、私よくあるんです、それ。そう、まあ、MacBook も入りますし、まあ普通に結構あの日常使いであのめっちゃ便利なサイズか、こう、はい、邪魔にもならないしっていういいサイズですね。はい、あ、値段。値段。うん、かっこいいサイズセット。はい。あ、カバン16,000円です。プラスタックスです。はい。はい、じゃあ17,600円ですね。はい。バッグは17,600円税込みです。はい。はい。じゃあ入ってきました。はい。ちょっとあのつなぎなんで変な感じなんですけど、中がこんな感じです。上がサイズが46着てます。ちょっと大きいかな。ちょっと大きめなんですけど46です。下が44ですね。でパンツは結構裾幅が広がってるような感じで、ね、あの少しスカートっぽいのこんな感じで、あのまあちょっとパンツ変えてもらってレイヤードしたりしてもいいのかなと思います。膝上のショーツですね。これでも夏にレザーのショーツ、夏にベルベットのショーツとか昔 MS で出してたんですけど、そんな感じで真夏にこういうレザーショーツとか履いててもめっちゃおしゃれだと思うので、そのギャップを楽しんでもらえたらなと思います。今シーズンの MSC のレザーのこのレザーカットはこれちょっとダイヤ柄になってます。ちょっとね尖ってますね、うん、ちょっととんがった感じになってるのが特徴です。前までは前のは花やったかな、はい、ふわあのもうちょっと丸かった ね丸い感じのやつだったんですけど、今シーズンちょっととんがった感じでより力強い、うん、あの印象を受けるようなものになってます。で、前回と変わらずなんですけど裏がシルバーになってて、ブラックの印象だけでなく裏側もかなりかっこいいような感じになってますね。よいしょ、あ一緒ですね、そう、はいはい、こんな感じです。で、ブルーもあります。で、ブルーも同じように、裏がシルバーになってます。なので、1枚のレザーだけじゃなくて、裏にこう、シルバーの白プリントされてることによって、もう少しこう、タフなレザーの、うん、あのジャケットに仕上がってるのも特徴的ですね。で、これは、昨年、うん、昨年じゃ、秋冬と同様、MSA のクラシックシリーズになってます。1月のデリバリーでデニムとかも届くんですけど、 MSA のクラシックっていうのはちょっと46着てるからあれですけど、あのタイトなものあえてあのタイトなフィッティングだったりとかズドンと大きいバギーパンツを作ってたりっていうのが MSA の表現するクラシック、決してこう着やすいものじゃなくてちょっと人も選ぶかもしれないようなものをMSC は、ピックアップしてデザインしてます。で今季はジャケットポケットついてます。なので結構収まりいいっすよね。確かにあのポケットついてるだけでなんかこう手持ち、うん、手がねこう落ち着くので、まあ、収まりよく着用していただけるのもポイントです。あとシャツと同様で、今ボタンで閉めてましたけどジップアップのデザインも特徴的ですね、うん、かっこいいですよね。あ、僕この MSC のジップのこの締めるあの感触好きなんですよ。いいですね、ちょっとこうちょっと重めっていうか、はい、あとはあの そのジップもそうなんですけど、 MSC を今シーズン初めて知った人に対してなんですけど、
21AW 初めてブランドのショーを行った時からこの棺型のジップになってます。これが MSC のシグネチャーのアイテムになるんかな、はい。で棺型でよく見るとちょっとマンって書いてると思うんですけど、見えるかな、見る、マンって書いてるんですよ。でこれは今までの固定概念的な男性像、なんかいろんな固定概念的なものがあると思うんですけど、例えば後で紹介しようと思ってるスカートとかを履いてはいけないとか、じゃあもっと人間っぽく言うと、中学校の頃に運動部入らないとダメとか、文化部じゃダサいみたいなとか、おままごとしちゃいけない、女の子でももちろんあると思うんですけど、そういうこうジェンダーに対するものの考え、ジェンダーレスがいいっていうのじゃなくてジェンダーフリーでいようぜみたいなっていうのがこのジップで表現しているものになってます。はい、なのでこう中には十字がある、キリストが生まれ変わるような感じのデザインですね。これはあの今シーズンの 22AW を見ても 23SS を見ても 22SS を見ても 21AW を見ても結構あの随所に搭載されて、うん、搭載ってリンちゃんに影響を受けました。用いられてるディティールになってます。搭載、あ、リンちゃんが搭載搭載っていうからリンちゃん風に言うと搭載されてるあのディティールですね、はいはい、ですね。であとちょっとちょっとした仕様変更なんですけど、あの AW、 この AW までと違って、ボタンも強度性の高いものになってます。実はおそう結構ね、あのブランドの細やかなところ、ものづくりがこういうところから垣間見えるような感じですね。うーん、あの本当に AW が悪いとかそういうのじゃないんですけど、すごいこうレベルアップしてものが作られてる感じになってますね。はい、結構これは速乾すると思うので。確かに青は数少ないんですけど、はい、まあ、黒もおそらくあの再販ないんですかっていう声がかなり多かったぐらいなので、確かに、まあ、これ欲しい人はちょっと値段も、まあ、レザーなんでするんですけど、普通に考えたらかなり破格な値段だと思うので、ちょっと早めにこう決意してください。はい、SS の時 の、 そのフラワーカットのバージョンの時のやばかったですよね。早かったっすよね、売れ方っていう、もうマジで早いんで。待ってました待ってましたよね。入ってきた瞬間にこれありますかってこれ買いに来ました。25日一応あの物によっては、物によっててほとんど一応店頭分もあるんですけど、あの並ばないとないようなものも多いと思うので、ちょっと早めに並んでいただけたらなと思います。はい、これ9万円でした。9万円です。はい、はい、パンツは、パンツわかんないです、すいません。ちょっとお調べしますすいません。いや、青かっこいいですよね。結構いいな。青めっちゃ発色がいいんですよ、うん、思ったより。画面より多分実際に見てもらった方が、うん、絶対いいので。6万円です。あ、ショーツ6万円プラスタックス、はい、ショーツが6万円プラスタックス、はい、6万6千円になってます。ショーツこれ1個だけですよね。ショーツこれ1点だけです、はい、うわ早そう、はい、なんかぜひセットでね、いや早いと思います。着ていただけると、着ていただけると、はい、ぜひ、お、うん、ヨグラジキュプラになって、ああ、そう、そういうのもあのすごいですよね。こう気遣いというか、いいですよね。コットンじゃないところがいいですね、裏地ね。セットアップ、セットアップいきますか。黒ですかね。じゃあちょっとセットアップいきます。あ、いいと思います。よくないですか。です、はい、じゃあシャツも着ようかな。はい、わかりました。だいぶお着替えタイムです。だいぶ紹介できてるんですが、はい、あと、はい、はい、そうですよ、はい、だいぶ紹介できてます。今、ちょっと今入ってない商品なんですけど、はい、すいません、ちょっと読むのが遅くなっちゃって、もしかしたらもう終わるかもしれないですけど、どうぞ。ビニールのアナラック気になってるんですけど、ありますか。あ、ビニールはありますね、これですね、はい、こちらはございますので、ビニールのアナラックはございます。で、結構序盤に、うん、そうです、インスタライブの序盤にもう紹介しておりますので、よかったらアーカイブ残しますので、そちらからディティールとかの詳しい説明はあのもう一回見ていただけると嬉しいです、はい、で今はそうです、ちょっと赤のパンツだけがないので今はちょっと紹介してません。はい、あと、MSC のスウェットパンツはおいくらですか。多分あのあれですね、はい、ネバー、あれ名前で4万です。
4万円。はい、4万円タックスやったと思います。はい